アンヌ・ドブルターニュ、アンヌ・ドブルターニュ、1477年、1月25日から1514年、1月9日、は、ブルターニュ女皇、在位、1488年から1514年。フランスは2世と2度目の日、マルグリット・ド・フォワの子。また、シャルル8世、ルイ12世の2代のフランス国王の王妃でもある。彼女の死後に起きたフランスによる、 ブルターニュ併合は、生前の彼女の中心的な課題であり、闘争であった。彼女はまた、鈍欲な隣国から、広告の独立を守ろうとした人物として、ブルトン人の記憶の中で生き続けている。アンルは1477年1月25日、グレゴリオ歴では1476年1月15日、ブルターニュ公爵城で誕生した。アンが受けた教育について、 いくつかの痕跡を見つけることができる。彼女はおそらく当時の若い王族として教育を受けた。フランス語の読み書きを学び、いくらかラテン語の読み書きも教わっただろう。判明していることとは逆に、ギリシャ語とヘブライ語はほとんど学ばなかった。彼女はラバル伯爵夫人、フランソワーズドディナンのもとで出られた。彼女の出自は詩人のジャンメシノであった1488年から、 1491年のメッシノの島で、彼は歌や音楽、踊りを教えている可能性がある。この時代、1365年にジャン四世が第一次、ゲランド条約によって第一に確立させた後位継承法は不明になっていた。条約で取り決められた継承法は、モンフォール家の男系子孫による継承を優先すると定めていた。 モンフォール家の男系子孫が絶えた場合、ブロワパンティエーブル家、ジャンヌ・ド・パンティエーブルの子孫が継承することが取り決められていた。当時、確かにブルターニュ皇位継承権を持つ者として、モンフォール家にはアンヌとイザボーの姉妹が、対してブロワパンティエーブル家にはニコル・ド・パンティエーブルがいた。しかし1480年、フランス王レイ11世がブロワパンティエーブル家から、 ブルターニュ行為継承権を5万駅で買い取った。アンヌ・ド・ボー・ジュは、1485年に、ニコル・ド・パン・ティ・エーブルの夫ジャン・ド・ブロスが死ぬと、この売買を確認した。フランスは2世からの行為継承については、男性創造国人がいたとしても広告が直接、横領に渡ることになるという存亡の危機に、ブルターニュはさらされることになった。フランスは2世は、 フランス王国の主張に対抗し、1365年のゲランド条約にもかかわらず、娘、アンヌを、ブルターニュ三部会議会、エタ、ド・ブルターニュにおいて、広告の相続人として認定するとにした。これは1486年に行われ、ブルターニュ公に対する反対派が増加し、アンヌド・ブルターニュとの結婚を目論んで競争が激しくなり、 フランス王の側近たちが不満を覚えるようになった。娘の結婚問題でフランス王は2世はフランス王に対して自らの地位を強めていった。自分の領土にブルターニュ公国を加えようとするヨーロッパ各国の王子たちの目論見みは同時に相手国との同盟関係を築くことになるため常に効果的であった。レオン主尺じゃ2世イドロアンは 彼自身もブルターニュ皇位継承権者であり、自分の息子フランソお及び、ジャンをアンヌとイザ・ボー姉妹と二重結婚させる案を出したが、フランソワ二世に拒否された。1488年、フランソワ二世軍はで敗北し、フランス王の許可なしに、ブルターニュ皇の娘たちを結婚させてはならないとする、ベルジェ条約を受け入れざるを得ず、ここには終結した。 フランスは二世位が亡くなった数日後、ブルターニュ・フランス戦争の新たな危機の時代が幕を開けた。1490年、アンヌの妹、イザボーが12歳で創生した。同年12月19日、ブルターニュ行為を継承していたアンヌは、レンヌで当時ローマ王であったハプスブルク家のマクシミリアンと代理結婚した。そうすることで、彼女は亡き父の方針に従って、王妃となったのである。 しかし、この結婚はベルジェ条約に違反していると考えるフランス側にとって深刻な挑発行為であった。それまでブルターニュは14世紀から15世紀にはフランスを刺激する状況を作らないよう不信してきたというのに、ブルターニュの中にフランス王の敵を導入することに他ならなかった。おまけに時期を誤っていた。ブルターニュの同盟国は別の前線にあって、 カトリック両王は、グラナダ包囲戦の最中であったし、マクシミリアンは、ハンガリー王国の継承問題があって離れられかった、十分な援軍も組織できなかった。ブルターニュ公軍を支援するため、イングランドとカスティーリアが援軍を差し向けたが、1491年春、三島版ン・デュコルミエの戦いの勝者である、ルイ二世、ドラ・トレモユが新たな価値を収めた。 ブルターニュー皇位継承者として、シャルル8世は、レンヌを包囲し、アンヌに、フランス王国の敵との結婚をやめるよう呼びかけた。援軍もなく、希望のない抵抗を行った、包囲の後、レンヌの町は降伏した。シャルル8世は、幼い頃から、自らの言い名付けとして、フランスで育てられていたマルグリット・ドートリッシュ、ローマ王マクシリアンの長女との婚約を破棄し、 アンヌに求婚した。アンヌは、フランスの王子、皇子との結婚の申し出をすべて拒否する一方、レンヌのジャコバン礼拝堂では、シャルル八世とアンヌの婚約が祝われいた。アンヌは自軍に護衛されて、婚約者との結婚式のためランジェへ出向いた。アンヌが進んで結婚に同意したことを表向きに示す。ため、同じ頃ハプスブルク家は、外交分野で戦いを続けていた。特に、 ローマ教皇庁に対して、彼らは戦いに負けたアンヌ女皇がフランス王に無理やりさらわれたと主張し、彼女がフランス王との間に子孫を設ければ非着室死であると訴えたのである。1491年12月6日、アンヌはランジェ城にて正式にシャルル八世と結婚した。この結婚は緊急に行われ、その後ローマ教皇院のケンティウス八世が検証した。 1492年2月15日、アンヌとマクシミリアンの結婚は最初からなかったものとみなされ、過去の日付に遡って結婚を取り消すようフランスの裁判所に命じたのである。二人の結婚契約には相互寄付の項目が含まれ、一方が先に亡くなった場合、残ったものがウルターニュ公国の継承者であると定めていた。シャルル8世とアンヌの間に、 男性の多い継承者が生まれなかった場合、彼女はシャルル8世の後継者と結婚しなければならないと取り決められた。アンヌはシャルル8世の子を6人産んだが、いずれも幼いうちに見まかった。1491年に結婚してからアンヌ・とブルターニュはフランス王妃であった。ブルターニュ公国とフランス王国との間に平和を確保するため、結婚契約が維持されていたのである。 1492年2月8日、アンヌはサンドニ大聖堂でフランス王妃として退官した。彼女の夫は妻がブルターニュ女皇の称号を名乗ることを禁じた。ガブリエル・ミロンが王妃の自重検守児となった。ミロンは王妃のために1499年1月1日、ルイ12世と条約を締結させた。アンヌは妊娠に多くの時間を費やした。 平均して14ヶ月ごとに子供を産んでいた。イタリア戦争のため王が不在となると、1483年から1491年にかけてアンヌ・ド・ボージューが摂政を務めた。アンヌ・ド・ブルターニュは、まだ若く、摂政は、義理の妹を疑わしく思っていたのである。彼女は、ブルターニュでのように、フランスで役割を持つことは少なく、時には、 都市派もいかぬ自分の子供たちから引き離されることも受け入れなくてはならなかった。アンヌは主に王家の所有するアンボワーズ城、ロシュ城、プレシレトゥール城、またはリヨンといった都市、王がイタリア遠征中にはグルノーブルやムーランに滞在していた。アンボワーズでシャルル八世は彼女を黒リュセ城に住まわせた。この館には後、レオナルド・ダ・ヴィンチが滞在する。 彼女はそこに小さな礼拝堂を持っていた。シャルル八世がナポリオ王国を占領すると、アンヌはシチリア王妃とエルサレム王妃となった。シャルル八世が急死すると、ブルターニュにおけるフランス王の権利を行使する継承者として、彼女はブルターニュ公国の行政の長となった。特に、彼女は忠実なフィリップ・ド・モント・バンの賛同を得て、ブルターニュ最小職を復活させ、 ブルターニュ中将として、彼の後継者である、オランジュコージャン4世とシャロン・アルレー、任命した。彼女は、ブルターニュ三部会を招集し、彼女の名で効果を鋳造した。シャルル8世の死から3日後、ルイ12世との結婚の原則が同意され、彼は1年以内に、自らの最初の結婚の無効を取り付けることを、約束した。彼女は、ルイ12世とエタンプで、 結婚の約束を交わした後、ルイ十二世とジャンヌド・フランスの結婚の取り消しの審理が始まったわずか数日後である1498年10月に初めてブルターニュに帰国した。アンヌはブルターニュ歴法を行った時、幼すぎて訪れることのできなかった多くの場所を訪問した。彼女の家臣たちは盛大に歓迎し、彼女は祝祭、巡礼、そして 広告の都市への外旋で人々と触れ合った。1499年のアンヌとルイ十二世の結婚契約は根本的にアンヌとシャルル八世の結婚契約とは異なる条件で結ばれた。負けた側の子が未亡人となった若い王妃であり、今や誰もが主権を認めるブルターニュ公であり、対して配偶者となるのはかつての同盟者とも、そして 大継承権請求者であった。シャルル8世との結婚契約とは異なり、新たな結婚契約は、彼女が広告とブルターニュ公の称号の唯一の継承者として、ブルターニュに完全な権利を認めるものだった。しかしながら、ブルターニュの主権は、女校の配偶者、ルック・コンソートの称号を持つルイ12世が行使し、女校に代わって決定がなされていた。 アンヌはブロワで生活して、そこではブルター入場校としてすべての書類に署名していた。彼女はなんと大聖堂に四つの美徳である身長、腹屈、節制、正義の象徴を備えた両親の母妃を建てたアンヌの死後、医師によって彼女の心臓がここに戻された。イタリアのあらゆる芸術がますます王妃によって育成されていった。ルイ十二世が 病床につく土地域岸として彼女はトロブレースを行った。二人の間の娘で広告の継承予定者クロードは1501年にカールフォンルクセンブルクと婚約した。これはイタリア戦争の続行を容易にし、スペインとの同盟関係を強固にし、アンヌ自身の目的である最初の夫、マクシミリアンの孫息子とクロードを結婚させることにあった。 この結婚契約に1 5 0 1年8月10日、リオンにて、ブザンソン司教ビュースレダン、ギオームド・クロイ、ニコラ・ドリッテル、ピエール・レスマン、カールの父フェリペ一世の大使が署名した。しかし、当時フランスには同ファンが不在であったため、王国が外国に完全に包囲されてしまい、アンヌとルイの子孫がフランス王国を継承することがないと予測され、 外国人とクロードの婚約は解消された。サリカ法典を遵守するフランス王国では、王女であるクロードに王位継承権はなかったが、ウルターニュー国では女性に継承権が認められていた。ルイ12世に最も近いフランス王位継承予定者として、アングレム博の子フランソは、後のフランソは一世がクロードと婚約した。アンヌは、自らの死の4ヶ月後の娘の結婚に最後まで、 反対し続けた。彼女は未来のカール五世との結婚による同盟関係に固執していたのである。シャルル八世との間に設けたのは以下の子である。ルイ十二世との結婚で七度の妊娠をしたことが確認されているが、無事生まれ成人したのは以下の二人である。アンヌ・ドブルターニュはフランス王妃として三度に大聖堂に埋葬された。アンヌの葬儀は 前例のない規模であった。葬儀は40日間続いた。18世紀まですべての王族の葬儀はアンヌの葬儀を想起させるものであった。アンヌの意志により、彼女の心臓は金の生意物箱に収められた。家臣たちによる僧霊な具部を伴って、箱は何戸に運ばれ、1514年3月19日、彼女が両親のため混流した。 父フランソは二世の墓のあるカルム礼拝堂に埋葬された。その後、ントのサンピエール大聖堂へ移された。1792年、国民公会からの要求に応じて、教会の所有する貴金属の収集の一環として、アンヌの生遺物箱は取り出され、中身は空にされ、硬貨の材料として溶かされるべく、ントの造幣局へ送られた。 二つとない宝飾品であるとして、パリの造幣局へ送られ、パリ国立図書館のメダル部へ提出された。1819年、生意物箱は、南都にある、ロワール・アンフェリュール県、現在のロワール・アトランティック県博物館に戻された。1886年6月25日から、オラトワール考古学博物館に、1896年4月18日からは、ドブレ美術館にある。 アンヌの聖遺物箱は楕円型の容器で波渦模様を施した板状の金を折り曲げ作られており細い帯状の金細工が周りについていた聖遺物箱にはユリとクローバーの文様をかたどった冠がついていたこの貴重な聖遺物箱には緑青赤のエナメルで強調された黄金の碑文が刻まれた碑文は以下のように読める王妃となってからのアンヌは 信仰、道徳、歴史からなる50冊ほどの本を含む、自身の図書室を持っていた。その中には自動書、大自動書、小自動書、いとも小崎自動書、未完のもの、聖アンヌの生涯、自身の長在司祭であるアントワーヌ・デュ・フールが記した、高貴な女性の生涯、軍事家とブルターニュの若者の対話、が含まれてい。アンヌ・ドブルターニュの自動書は、ジャンポ・ワイエの手による、 装飾者本でアンヌの命令により、シャルル・オルラン王子のため作られた。一部の本は彼女の両親から受け継いでいる。彼女はさらに自分自身用に本を注文し、一部は夫に提供されていた。最終的には、彼女の夫となった二人の王たちも多くの本を所有していた最初のイリア遠征後におよそ数千冊が持ち帰られた。アンヌ自身は多くの手紙を書いた。 アンヌ・ド・ブルターニュの大いなる自答書は、アンヌが作成を命じた、祈祷書で、ジャンブルディションが装飾を行った。独立国家として、最後のブルターニュ公であり、二度フランス王妃となったアンヌ・ド・ブルターニュは、ケルマンタンの聖部と共に、ブルターニュで、最も人気のある歴史上の人物の一人とな、いる。彼女の存命中、シャルル8世とルイ12世は、 王室のプロパガンダとして、アンヌ・ド・ブルターニを完璧な王妃、フランス王国とブルターニ公国の団結と平和の象徴であると宣伝した。結婚から排除されたマクシミリアンは、これらの出来事に異なった視点をもたらした。何、世紀にもわたって、歴史家と人々の想像力は、いくつかの異なったアンヌ・ド・ブルターニ像、必ずしも歴史的証拠が反映されない物理的。 心理的なキャラクターを作り出した。アンヌ・ドブルターニュの名を関する通りや広場、建物、学校が多く存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。